で、割と同じようなことをするので、カッコーっていう鳥がいるんですけど、まあ、そんな感じで、割とカッコーの戦略をこう、うまくやったっていう意味で、その産婦人科の先生はある種優秀だなっていう、ドキュメンタリーがあるので、もし興味があったら見てください。はい。はい、話がなくてすいません。まあ、ちなみにその産婦人科の先生が、白人優位主義者的な思想を持っていて、その、金髪青い目の白人を増やすべきだよね。なので不妊治療をしていて子供がもらえない人であれば自分の DNA 精子を与えることで子供が増えて、もちろん白人金髪青い目の人も減るし、不妊治療している家庭にも子供が生まれて、その誰も不幸になってないからいいんじゃないかという思想の持ち主らしいんですけどね。はい。面白そう。なんてタイトルですか？アワーファーザーっていう英語のタイトルで、日本語だとちょっとなんてタイトルかわかんないんですけど、多分あと1分ぐらい待ってると、日本語のタイトルこういうタイトルだよって書く人がコメント欄に現れると思うので、そこに期待してください。はい。